んじゃ。じゃ。マイゴルフの刺身です。アボアボ。ボンちゃんです。はい。はい。ということで。ということで。始まりました。始まりました。今回もね、はい、ゴルフインズさんに、はい、お邪魔して、動画撮っていくんですが、はい、このゴルフイングさんではね、もう全打席トラックマンも入ってて、はい、すごいデータを取るにはもう最高の環境になってますんで、はい、ぜひ皆さんね、ちょっと一人で練習したいという方、まあ、一人で今の自分のスイングを知りたいという方は、はい、ぜひ来てもらえると全部丸裸にできるんで、はい、ぜひ皆さん来てみてください。今回は、はい、どういう動画を撮っていくんですかというと、今回はね、これ同じプロ V1X のボールなんですよ、はい、タイトリストのね、はい、ただしこれ見てください皆さん、はい、色が違うんです。わかります？いや、わかんないです。80年代のテレビか。白黒か、白黒か。白、あのこっちが黄色なんです。あ、そうなんです。そうなんですよ、はい、色が違うと、はい、でこれね、他のボールでもあるんですよ、はい、ブリヂストンとか、はい、出てますね、今、はい、カラーボールね、スリクソンとか、うん、やっぱいろんなメーカーがこうカラーボールをこう出してってるんですけど、はい、これ白のボールとカラーボール僕ちょっと違うと思うんですよね、はい、っていうのはやっぱりなんか黄色って最後外にカバーしてるっていうのをちょっとちらっと聞いたことあって、はい、で僕もね、実際ねカラーボール使ってる選手、ちょっとなんか球の飛びがちょっと違うなって思う時が若干あるんですよ、はい、なんで白ボールとこのカラーボール、うん、これ実際打ってみてどう違うのかっていうのをちょっと丸裸にしていきたいなと思います、はい、というわけでね、皆さんぜひ最後までご視聴いただいて、高評価とね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします、ね。白ボールからいきます。はい、これちょっとシミュレーターはやってないんですけど、トラックマンは出ました。今は結構捕まったフェードって言ってましたもん、いつもの。次黄色、でも飛ぶんだな。すごいな、もうやっぱ飲まないやな。いつも通りのボンちゃんで撮ろうって感じ。さあ、いや、次は黄色。今のはどうすか？いい感じよ。なるほどね。あんまり差が出ない。そう。はい、白で。あ、ボンちゃんっぽいドローいたんじゃん、今。変わったよ。それでいこうか、じゃあ。うん。そのあたり、あ、これ取ってきます。じゃあ、黄色でいきますか。イエローかな。
これどう？いい当たりよ。いいよいいよ。あ、ぶんちゃん一緒やな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやちょっとどうすか、なんか、はい、僕の場合は結構黄色打った時は、はい、ちょっとスピンが減ったような気がしたんですね、うん、やっぱり、はい、で、あの感覚もなんかちょっと寝ちょっとこうくっつくような、はい、こう感覚が黄色の方があったような気がしましたね、うん、はいはい。実際にデータ見てもやっぱりちょっと黄色打った時はしっかり飛んでるイメージが、ね、距離がちゃうかったね、刺しの場合。そうですね、うん、こうまあね、あの全然差が出ない時もありましたけど、こう出てる時は結構もう本当に5ヤードぐらい差が開いてるっていうイメージでした、はい、打った中のだいたい飛んでたね、黄色の方がね。そうですね、そうなんですよ。結構ね、いっぱいあのカメラにあの、うん、これ皆さんの映像残ってないところでも結構その同じ当たりが出るまで結構打ったりしたんですけど、はい、その中で比較しても、その映ってないデータ比較しても、はい、結構黄色の方が、まあ、7番屋に関しては飛んでるなっていうイメージがありましたね、はい、なんで実際、はい、ちょっとスピンが少ないイメージはあります。うそうですね、はい、で、ボンちゃんがねドライバーとアイアンを打ってくれたんですけど、はい、ボンちゃんが打った時は正直そんな差が出てなかった、ね、はい、ただ打った感じはなんかちゃうんですよ ね、うん、あね、確実になんかちゃうんですよ、うんうんうん、なんか僕が感覚ではそのちょっと本当になんか重たく感じるね、はいはいはい、例えば芯に当たった時とか、うんうん、ちょっと芯を外した時も白いボールよりかは確実になんか球の感じが重たい、うんうん、これは何かは分かんないです、その、はいはい、ボールに何かコーティングしてる何かのあれで影響でちょっと重く感じるのか、うんうん、球の重たさ自体がっていうのはないような気もするんですけど、はいはい、多分まあフェースに当たった感の違いなんでしょうけどね、僕もそれはありました。やっぱり黄色の方がちょっとなんかどう言ったらいいんかな、こうずっしり、それこそずっしりくる感じはありましたね。そうだね、でもこれ確実に感じがあるってことはこれあるから、うんうん、間違いなくこれはあるから何か知りたい確かにね、この疑問ね、この疑問ちょっと知りたいですね。タイトリストのボール工場見学以外以外タイトリストに電話するわ、はい、いやで、まあ、ボンちゃんに念のためちょっとアイアンも打ってもらった、はい、最後アイアン打ってもらったんですけど、はい、7番アイアンで打った時、まあ、僕がちょっと客観的視点から見ると、はい、と7番アイアンのその黄色の方が曲がり幅が少ないんちゃうかなってちょっと思いました。あ、これはやっぱりもしかしたらこうスピンがちょっとだけ入らへんからこうサイドスピンもちょっと減ってるみたいな感じなんかなって思ったんですけど、はいはい、でも実際バックスピン量はボンちゃんが打った7番アイアンに関しては結構こう、まあ、白でも黄色でもそこまで変わらなかったんで、はい、まあちょっと因果関係があるとは言い確実にあるとは言えないかなって感じなんですけど、はいはい、うん、まあ、なんかちょっと曲がり幅は少ないかなっていうイメージでした、うん、まあ、それこそ多分ずっしり来てるからこその安心感なのか、はいはい、まあそこはちょっと謎なんですけど、そんな感じでしたね、はい、僕が見た感じでは大きい差はなかったけど、うん、確実に何か違う、何かちゃうね、うん、全く一緒ではない、ないないないっていうことが分かりました、はい、だいぶまとめた全く一緒ではなかったということでそらそうやろ、色ちゃうもんいやでもね、まあ銘柄一緒やからね、はい、V1X、はい、これやっぱ皆さん見てくれてるんで、はい、あんまり僕らもこう変な情報をこう、そうね、こう流せないんで、はい、ここまでしか言えないんですけど、はい、まあ、実際に本当に差はありました、はい、確実に。ただそれが何なのか、はい、ちょっと今謎に包まれてます、はい、
まあ実際ね、皆さんデータここ表示してるんで、はい、まあ、それを見て、まあ、皆さん何に解釈してもらって、はい、まあ、あのもし発見があったらコメント欄に、ね、はい、書いてもらったら、ね、多分皆さんに共有できるかなと、はい、これチームワークなんで皆さんともね、はい、ぜひあのもうこうじゃないの、ボンちゃん、刺身さん、もしかしたらこうじゃないとか、はい、なんかこう意見あったら言ってもらえると、はい、なんか僕らも納得できるかもしれないので、はい、ぜひ、もしね、なんか分かった方は書いてみてください。まあ、それに対してね、批判的なコメントとかちょっとあのやめといてもらって、はい、皆さんね、様式あるコメントを、そうですね、ぜひね、お願いしますね。お願いします。はい、ということで、今回は、白ボールと黄色ボール、どう違うのかっていうことに関して、調べてみました。はい、実際ちょっと全く同じとは言えないという結果になりましたね。大丈夫、そこなんかつぼるな。いや、守ってんなって感じ。いや、いいねと。いいな。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のところで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あれ、カットしてなかった。